ファイン・ヤング・カニバルズは、イギリス・バーミンガム出身の3人組ポップスバンド。1989年に、シー・ドライブ・スミー・クレイジーと、グッド・シングの2曲が、ビルボード・ホット100のNo.1を記録した。スカ、R&B、テクノ等の要素を盛り込んだ、独特のサウンドは、解散した今もなお、ポップシーンに大きな影響を与え続けている。前身である、ザ・ビートが解散したのは1983年のこと。メンバーであったアンディ・コックスとデイビッド・スティールは新たにローランド・ギフトという無名のボーカリストを加え、1985年にファイン・ヤング・カニバルズを結成した。同年にファーストアルバムをリリースした後、アメリカのコメディ番組に彼らの曲が使われたことから話題となった。そして1988年にNo.1ソング2曲を含むアルバム、ザ・ロー&ザ・クックとをリリースした。1990年にリミックスアルバムである、ザ・ロー&ザ・リミックスをリリース後、メンバー間の音楽的相違により活動が停止され、1992年に正式に解散が発表された。ただ、1996年に一時的に再結成して、シングル、フレームと、ベストアルバム、ファイネスト、ベストオブファイン・ヤング・カニバルズを発表している。解散後、ローランドは俳優となり、残りの2人は現在も共に音楽活動を続けている。ありがとうございます。